昨年11月の総選挙で無事再選を果たし、ミャンマーの事実上の最高指導者としての地位の続投に臨んでいたスー・チー氏は、2021年2月1日の未明、国軍により他の政府官僚と共に拘束されました。ミャンマー国軍によるクーデターが世界から注目される一方、スー・チー氏の再度の南禁に置かれては沈黙が続いています。 遡ること30年前、1991年12月10日、スー・チー氏の代わりにノーベル平和賞の受賞式に出席した二人の息子には、世界中から歓声と祝福が送られました。果たして30年経った今日の状況は世の中の変化を映しているのでしょうかそれともスー・チー氏本人が変わってしまったのでしょうか 最大のターニングポイントは2019年12月10日だったと思われます。海面新聞の報道によると、世界人権デーであるこの日は、スー・チー氏がノーベル平和賞を正式に受賞してから28周年の日でもありました。しかしこの日、彼女は民族大量虐殺、ジェノサイドを犯したとして、国際法廷の被告席に現れました。 28年前のこの日に、ノルウェーのオスロで症状をスーチー氏の息子に渡したノーベル賞委員会は、スーチー氏をマダムと称し、民主主義をミャンマーに取り入れたその献身的な姿勢を称賛しました。その頃、スーチー本人は軍政下において自宅軟禁されていました。当時、反体制派の指導者として政権に軟禁されながらも、スーチー氏はガンディー氏及びマンデラ氏に次ぐ、 非暴力、不服従の民主主義者のアイコンとなっていました。国際社会において数十の国々や大学から栄誉公民、栄誉博士などの名誉が与えられ、イギリス植民地からの解放後のミャンマー現代史史上最も輝かしい政治アイコンとなっていたのです。ところが、それからちょうど28年後の2019年12月10日には、 スーチー氏は過去に自身を監禁生活に追い込んだミャンマー軍の代表と並んで国際司法裁判所の被告席に出廷し、共にロヒンギャ族への民族大量虐殺をめぐって起訴されてしまいました。ミャンマーを起訴したのは西アフリカのガンビア共和国でした。同国はイスラム協力機構を代表し、2019年11月に、 ミャンマー政府の集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約、ジェノサイド条約違反を理由に国際司法裁判所に訴状を提出しました。イスラム教徒であるロヒンギャ族にはイギリス政府によって隣国のバングラディッシュから仏教徒が9割を占めるミャンマーへと追放されたという歴史的な経緯があります。 信仰と民族的なバックグラウンドに由来する衝突の中で、ミャンマー政権はロヒンギャ族を異端分子とみなし、1982年に発表した市民憲法によって、ロヒンギャ族は国籍さえ奪われました。こういったことから数十年にわたって両者の衝突が耐えることはありませんでした。2017年8月、ミャンマー西部に位置したラカイン州のロヒンギャ族武装勢力、 アラカン・ロヒンギャがミャンマー軍を襲撃したことが原因となり、ミャンマー政府軍による大規模な総統作戦が開始しました。虐殺、強姦・拷問などを含む弾圧によって70万人のロヒンギャ族が居場所を失い、避難生活を余儀なくされました。国連はミャンマー政府軍の過剰な弾圧には民族虐殺の意図が含まれていたと指摘しました。 国連の報告書では、ロヒンギャ族は世界で最も迫害を受けている少数民族の一つと公表され、アウンサン・スー・チー氏は政府首脳としての職責及び道徳権威を用いて、ラカイン州で発生した迫害を阻止しなかったとの批判がありました。しかし、元来、ミャンマーの政治体制と法整備には、 国軍が超放棄的な立場から思いのままに権力を振りかざしてしまえるような構造が深く根付いていることも背景として考えられます。2017年9月、同じくノーベル平和賞受賞者であるマララ・ユスフザイ氏は、スーチー氏が軍部によるロヒンギャ族への暴力に対して沈黙し続けていると公に批判しました。 それと同時に約30万人が共同署名し、スー・チー氏のノーベル平和賞の剥奪を求めました。また、イギリスのオックスフォード市議会は、スー・チー氏の暴力への傍観に失望したとし、1997年に彼女に授与したオックスフォードの自由表彰の撤回を全会一致で決定しました。その他、ダブリン氏の自由、エディンバラ名誉市民賞、カナダ名誉市民賞、 アメリカホロコースト記念博物館のエリ・ビーゼル人権賞、アムネスティ・インターナショナルの両親の大使賞といった栄誉ある称号も次々と剥奪されることになりました。それでも人権の灯台として名を馳せたスーチー氏は沈黙を続けていました。彼女を支持してきた人々にとってこのような表現は実に絶望的なものでした。 話を2019年12月10日に戻します。実際、スー・チー氏がハーグの国際司法裁判所に自ら出廷を決めたこと自体、人々が予想だにしないことでした。ミャンマー軍政府が国連公聴会の被告であったため、スー・チー氏本人は出廷は必須とされなかったにもかかわらず、出廷を決め、起訴されたミャンマーでの民族浄化問題に対し、自己弁護を行ったのです。 スーチー氏がハーグに到着した当日、裁判所所在地である平和宮の外には世界中から駆けつけたロヒンギャ族を含む抗議者による長蛇の列ができていました。アイルランド在住のロヒンギャ族のラフィク・ムハンマッド氏はガーディアン氏の記者に対し、スーチー氏には絶望しました。ここに来たのは彼女に法的な裁きを望んでいるからですと訴えました。 彼はスー・チー氏が2012年に自宅監禁を解除された際には、メイと共にドバイ空港まで行き、彼女に花束を捧げましたが、その後2017年に自身の叔父が軍に銃殺されてしまったそうです。スー・チー氏のハーグへの民はミャンマー国内からは熱烈な支持を得ていました。数万人もの人々がヤンゴンで行われた集会に参観し、また空港へ見送りに行く者もいました。 スー・チー氏が国際社会からミャンマーに向けられた、いわゆる誤解を解くことに期待が託されていたのです。スー・チー氏は相変わらず、スー・ママとの愛称で呼び上げられ、私たちはずっとあなたと一緒です、と書かれた横断幕も見られました。しかし、彼女がハーグに赴く決心をした真の目的は知られてはいませんでした。 評論家はスーチー氏のこの行動は2020年に控えたミャンマー総選挙に向けたアピールであり、国軍反対勢力から国の保護者のイメージを奪還するためでもあると推測していました。ワシントン大学歴史学科のメアリー・カラハン氏はガンビア共和国の提訴を知った後、ロイター通信にこのように語りました。アウンサン・スーチー氏は国の化身として防衛者になる。 出廷については深く考えてはいなかったのかもしれない。彼女のスピーチと私の把握した私的な会話の中では、ロヒンギャ問題に対する自身の弁護には国際社会からの信頼を確信できるような証拠は何も示されなかった。各メディアの報道では、法廷の前列に座っているスーチー氏とそれに面したテーブルに置かれたミャンマーの名札が取り上げられていました。 ガンビワ共和国の検査官が基礎の暴行リストを読み上げ始めても、彼女はただ無表情に正面の裁判官を凝視しているだけでしたが、基礎内容がエスカレートしていくにつれ、中継映像に映る彼女はだんだんとこわばり、まばたきも多くなっていき、時折視線を法廷内のカラフルなガラスとシャンデリアや油絵の方にそらしたりしていました。 アウンサン・スー・チー氏の反省はしばしば、あたかも正解の成人かのように描かれます。屈辱に耐え続けた末に退任を全うし、ミャンマーを独裁体制から民主主義へ牽引した女神として持ち上げられてきました。スー・チー氏の父親であるアウンサン将軍は、ミャンマー独立運動の父とも呼ばれています。イギリス植民地時代の最後の首相として、 ミャンマーの独立運動を全面的に主導した功績が称えられ、国民から国府として親しまれてきましたが、不運にもミャンマー独立直前に性的によって暗殺されてしまいました。スーチー氏はまだわずか2歳でした。アウンサン将軍配下の大勢の軍人は司令塔を失ったままミャンマーの独立を迎えることになりました。 統率力のある指導者の欠如は、軍事勢力と行政統治組織の対立を日々深刻化させ、数十年間にわたる国政への軍部の干渉を招くことになりました。1960年、スー・チー氏の母であるキン・チー氏がインド大使に任命されたことで、当時15歳のスー・チー氏は母と共にインドに渡航しています。そして成人したスー・チー氏はイギリスのオックスフォード大学に留学し、 経済、哲学及び政治を専攻しています。1972年25歳のスー・チー氏は、オックスフォード大学でイギリスの学者マイケル・アリス氏に出会い、結婚し、二人の息子を授かりました。大学卒業後はさらに、ロンドン大学の東洋アフリカ研究学院で博士課程を修了しました。スー・チー氏だけがこの課程の中でミャンマー国籍のままであることが後から明らかになりましたが、 彼女は決して国籍を放棄することはなかったのです。1988年3月、母親の重篤を理由に、43歳のスーチー氏はついにミャンマーに帰国することになりました。当時、ミャンマーは軍政の内部分裂が加速し、新国軍政府が1962年のクーデターにより、上り詰めてから26年間も失勢していたネ・ウィーン将軍を引きずり下ろすと同時に、 反対勢力を残酷に鎮圧していたため、国内情勢はまさに激動の真っ只中でした。一方で、各反対勢力にとってスーチー氏は政治経験がなく、ミャンマーにも長期不在だったにもかかわらず、国府の血筋を引いたこの上ない強力な指標であったために、彼女は反対勢力を集結し、軍政府に対抗するよう強く説得されたのです。1988年8月、 ついに政治デビューを果たしたスー・チー氏は、いきなり100万人もの国民集会で支持を得るなど、巨大な影響力を示しました。そして彼女は政治素人でありながら、非暴力かつ平和的変革の理念を打ち出していきます。こうして国民の熱烈な支持を受けたスー・チー氏は、作家の夢を捨て、果敢に正解に身を投じたのです。1988年9月27日、 彼女は全国民主連盟を結成し、主席と総書記に就任しました。急速に成長した民主連盟は、軍政府に対し最大の野党として発展しました。1989年7月20日、軍政府は暴動扇動罪を犯したとして、突然スーチー氏を軟禁し始め、1990年の総選挙及び選挙活動を禁じました。 しかし、これらの試みが数値意思を止めることはありませんでした。それどころか自由を奪われた彼女は依然として筆を取り、政党の同僚及び支持者と面会したり、スピーチも発表したりと、さらに多くの支持の獲得に注力しました。それからの20年間、彼女は自由を得るために国外退去を選ぶこともありませんでした。ヨーロッパで学んだというバックグラウンドや、 民主主義にのっとった主張、非暴力、不服従の平和路線などといった多くの要素がプラスとなり、スー・チー氏はすぐさま国際社会から幅広い支持を得て、一躍ガンディー氏とマンデラ氏と肩を並べるほどの非暴力主義の勇士となりました。南京期間中、国際社会は彼女を擁護するため、ミャンマー軍政府に対し全方位的に制裁を与え、スー・チー氏の釈放を強く要求しました。 国際的な世論の高まりを受け、1990年に軍政府が渋々選挙を実施すると、スー・チー氏の民主連盟は勢いよく80%もの国会議席を勝ち取りました。普通ならこの流れでスー・チー氏が無事ミャンマーの総理に着任し、軍と権力を分け合うところでしたが、軍政府は選挙結果を無効にした上、民主連盟を違法組織と宣告し、 権力交付も拒否し、スー・チー氏を引き続き監禁しました。スー・チー氏はすでに国際的にはミャンマーの代表人物となっており、彼女の業績も世界中に広がり尊敬を集めています。オバマ氏も直筆の手紙を寄せ、彼女の戦いが世界中を激励したと称賛したほか、アメリカ全上院多数党員内総務のミッチ・マコーネル氏はガンディーより素晴らしいと評しました。 フランスの有名な映画監督、リュック・ベッソン氏は、ミシェル・ヨー氏を主演に迎え、スー・チー氏の反省を、ザ・レディ・アウン・サン・スー・チー、引き裂かれた愛として映画化しました。1991年にノーベル平和賞が授与された際、スー・チー氏は軟禁されていたために出席がかないませんでしたが、彼女の息子が代理で登壇し、後からスー・チー氏の名言として広く語られることになるスピーチを代読しました。 ミャンマーで民主主義を追求するということは、国民が世界大家族の中で自由と平等を享受できる一員としての充実的かつ全面的で有意義な生活闘争でもあります。たゆまない人類の努力の一部として存在し続け、人間の精神は己の自然属性の価値を超越できることを証明しているのです。 スー・チー氏は受賞した130万ドルの賞金を全額信託に交付し、国民の健康と教育に充てました。南京中、遠いイギリスにいたスー・チー氏の夫がガンと診断され、ミャンマー軍政府は彼女にイギリスに赴き、家族団らんを過ごすよう勧めました。しかし、ミャンマーに二度と戻れなくなる恐れがあったため、彼女は最終的にミャンマーから離れることを断念したのです。 結局、二人の対面が叶うことはなく、夫は2年後に亡くなってしまいました。今回はここまでです。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。